空を飛べるのに。私は生まれつき魔法が使えないから。魔法使いは誰かを笑顔にするためにその魔法を使う。それが私の目指す魔法使いだからね。私は次期王妃として、公爵令嬢として、強く正しくあろうと。天気よし、風速よし、絶好の実験日和。本当に飛んでる。前世の夢が叶ったんだ。私はユフィリア・マゼンタとの婚約を破棄すると。一体何が起きて。だった制御失敗した。よし、決めた。私がさらってあげる。さあ行こう、すぐ行こう。どうして。私は略奪姫だからね。天聖王女と天才霊嬢の魔法革命、2023年テレビアニメ化決定。この魔法はきっとあなたの笑顔のために。